ただいまご紹介いただきました山口県山陽小野田市より参りましたジェイソン自身と申します。我々が今から踊らさせていただく曲は日本で語られている昔話小野利蔵氏の大江山の鬼の伝説のお話でございます。この物語は人間である源頼光が大江山に乗り込み鬼を討伐するお話でございます。その討伐するまでの鬼と人間、鬼と頼光の命を懸けた探り合い、語り合いが語られております。その物語を我々人相自身は表現をいたしたいと思います。我々人相自身を大江山の鬼、すなわち四天道場、この会場のお客様におかれましてはこの物語の主人公である源頼光の視線になっていただき、我々人相自身の鬼たちを討伐しに来ていただけたらと思っています。この演舞はお客様の視点がなくしては完成する演舞ではございません。ですのでこの物語を一緒に作り上げていきたいなと思っております。人相自身の物語語らせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは参ります。六条悪大江山海北ここは丹波の国大江山。いつものように鬼たちは都へ赴こうとしたある日のこと。これは何者か珍しい。この頃何も食うてないので腹が減っていた。ちょうどその時にこの愚か者はどんねりにいる夏の虫が今こそ思い知った。さあ引き裂いてこう。慌ててこの嘘をするな。このように珍しい魚が私にするのはただうまい。自作の酒があると聞く。我らもまた客層たちに酒を一個差し上げよう。いつもの家が愛するぬくもりこの見果てるかと you
後ろに。 Go!